始まってますね。まあ、最初はちょっとアイスブレイク的な感じで。はいはい。はいはい、不安だな、ちょっと。はい、入れてるかどうかってこと？いや、入れてる、入れてる。入れてる、入れてる、大丈夫。どうしよう、3人とかしか見てなかったら。まあ、そしたらもう3人ともに質問答えるわ。そうだな。うん。あと5分ぐらいしたら。そうですね。はい。やりたいと思います。あれじゃん。井筒くんに教えたい企画よかったじゃん。ああ、そうそう。うん、ね、あれ、よかったよ。俺らもよかったし。うん、こうウィンウィンだったんじゃないかなって。そうね、なんかこう他のコメントとか全部は見てないけど、徳島愛に溢れてたね。溢れてたね。見てるんだ。いやいや、もちろんもちろん。参加しました、参加しましたから。確かに確かに。よかったよ、あの横やり。あれよかったよ。トールのタ、うん、トールのタイピングがやっぱ緊張してあれやろうかなと思って。もうあんなキーパーなのにあんな人差し指しか使わないとか初めて見たわ。いや、もういかに今まで触れてきてないかが分かるよ。分かる。いや、あれが良さだけどな。そうね。なんかあそこでバチバチ打たれても嫌や。ギャップがすごすぎるわ、それは。うん。あと4分ぐらい、まあちょっとのらりくらりしたいと思います。そうですね。今50人ぐらい見に来てくださってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。他のデバイスでもつないでください。稼ごうとすな。確かにね、48人が違うデバイスでも見始めてくれれば、そう、もう100やからな。そうですね。島谷選手、ジュビロ戦でゴールされてましたねってコメントします。ありがとうございます。2年11ヶ月ぶりのゴールでした。海の苦しみすごいな。そうか、そんなぶりか。 そんなぶりってもうあれよ、徳島時代のアウェーの山口戦のヘディングゴールが最後ですからね。あれが最後か。あれが最後よ、ロスタイムの。もう遠い昔に感じるわ。そう、また同じゴールに決めるっていうね。そうだね。うん。しかもあの時もファーサイドじゃなかった、ネット。そうね。ニア、そうだよね。ケンタ君のコーナーキックをニアでそらして。うんうん。うん。もうすでに面白いとか言って。いや、面白くないのよ。何もしてない、まだ。いや、もうね、でも、そうね。まあ、その期間ずっと試合に出てなかったってことだからね。まあ、そうだね。うん。なかなか苦しいんだよね。いや、だから、そう。今日その辺の話もね、聞きたいなって。はいはい。まあまあ、引き出しは多数揃えておりますので、開けてください。パンドラの箱。いや、パンドラの箱も片っ端から開けてください。競艇選手の夢は諦めてないの？いやさ、だから、まあそれも後々話そうか、じゃあ。デザートでさ。デザートでちょっと最後のお茶と一緒に出すと、じゃあ。うん。楽しみですね、なんか1時間で収まるように。うん。まあ大体45分ぐらい目安なんだけどね。そうか、質問というかね、うん、あれもあるし、ね。1時間やろうとしてるけど、無理です。大体さ、みんなさ、今までの人たちもさ、うん、いや1時間あっという間でしたみたいな、うんうん、2回目あるっしょみたいな流れ、ね、大体その流れだね、うんうん、1回しかやらないよ俺は。45分きっちり終わらせていただきます。こちらはそうですね。いや、もうバンバン、もうバンバン引き出し開けてください、両手で。両手で、はい、ありったけ開けるわ。うん、あの島谷のデバイス効果のおかげで100人超えました今。ありがとうございます。携帯と iPad で見てくださってる方。あとパソコンで 3台使ってる人もいるかもしれない。3台まではいけます。お願いします。うん、やっさん元気そうっていうコメントも来
してます、ね。ありがとうございます。元気だけが取り柄ですので。いきますか、じゃあ。20時になりました、はい。はいはい。改めまして、皆さん、こんばんは。未来への鍵、お久しぶりの会議になります。オリンピック真っ只中の中、裏側でライブ配信をするという、すごい挑戦的な自走というコンテンツなんですけど、来てくださっている皆さん、本当にありがとうございます。そして、未来への鍵第10回ゲストは、記念すべき第10回ゲストはこの方です。はい。レノ葉山口氏、島谷康典選手です。お願いします。よろしくお願いします。いや、出ました。上ふるさと大使。はい、ふるさと大使でございます。はい。よう、出戻りにふるさと大使預けたな。いや、ありがとうございます。冗談ですけど、まあまあ、ふるさと大使の話はちょっと後でまたしたいなって思うんですけど、はいはい、やつの、まあちょっと改まって聞くと恥ずかしいんですけど、はいはいはい、なんかキャリアはやっぱりこれは、うん、なんていうんですか、類を見ないと思うので、はい、なんかぜひまた聞きたいなと思っていて、はいはいはい、まずなんですけど、早速、はい、ご利用愛心高校、はい、出てるじゃないですか。はい、出ております。オリオ愛心高校って山口、うん、北九州ですね。あ、北九州、地元、はい、地元の北九です。これ何高校、私学、公立、私学、私学で、うん、もっともっと前身がオリオ女子高校かな、オリオ女子学園、うーん、が共学になったんだ。そう、女子校がたのが共学になっての男子一期生でございます。ああ、そうなんだ、うん、中学校は、中学校だから、その共学にした時に、中高一貫に教育として6年間のコースを作って、うんうんうん、でその一期生として中学1年生で入学したんだよね。だから中学校も高校も。そうなんだ。そうそうそう。じゃあオリオ愛心中なの。オリオ愛心中、愛心高校、そうそうそう、の一期生なんだ。そう。それサッカー部いるの？だから俺らの年にサッカー部をちょっと強くしたいっていうか、作って強くしたいってことで、まあその北九州の本当に近隣のちょっとシトレ戦来てるぐらいの選手たちをかき集めて、うんうん、18人でスタートしたのかな。あ、そうなんだ。じゃ、そうそうそう、シトレ戦だったんやつも。俺はシトレセンだったね。おお、一緒やん。はい、俺もただシトレセン。そうそうそう。それぐらいの。ね、うん、じゃあもう中学3年間やってた友達と、うん、サッカーっていうかチームメイトと、高校3年間チームメイトも、うん、じゃあほぼ一緒ってこと？うん、ほんと、2、3人違う高校には行ったけど、それ以外はみんな持ち上がりで。うん、へぇ、15人ぐらい延べ。そう。で、そこからまた外から3人入ってきたから。へぇ、同学年は18人のままスタートしたけど、どんどん後輩が増えていってね。うんうんうん。そうそうそう。それってやっぱさ、普通の中学校からさ、高校に上がるっていう、うん、まあ3年3年って、まあこう断片的じゃん、基本的には。うんうんうん。でもなんか、そこ一貫の場合ってさ、いる時間が長いじゃん、うん、6年っていう。うん、期間一緒にチームメイトとしている期間が長い、うん、結構アドバンテージだと思うので、うん、いい意味で。いや、青森山田とかもそうだけど、うん、はいはいはい、なんかこれの良さってどんなとこにあったな、感じでサッカーやってて。そうね。で、まあ中学3年生の時から、高校3年生まで監督が持ち上がったのよ、うんうんうん、ちょっといざこざあって 1,2 年生の時変わったりしたんだけど、うん、だからこうやってるサッカーが変わらなかったというか、あ、 そこの中学校から高校行ってやっぱちょっとスタイルが違うとか指導者が違うっていう、うん、あの難しさはあると思うけど、それがなくこうずっと同じサッカーをやれたっていうのは一つメリットかな。へ、うん、あとは、まあ、俺の代だけだけど1期生だったから、うんうん、もう1年生から全部の大会に出れて、うん、で他の3年生の先輩たちと試合するみたいな経験は個人的にはめちゃくちゃ良かったね。なるほど。もう一貫の良さではないけど、うん、俺個人としては。その指導者の人はなんかどんなことを大事にしてたとか分かる、指導する上で。
東福岡高校のサッカー部のキャプテンだった人で、うん、そこから鹿屋体育大学行った方なんだけど、へえ、あの結構、まあ、その当時の東福岡って結構サイドからとか、うん、まあそんなにね九州ならではの蹴りたくりのサッカーっていうよりは、うん、結構つないで進めていく方だったんで、うんうんうん、まあ、それはすごい楽しかったね、やっててね。うん、どっちかといえば崩していく感じのサッカーを、ね、その年代に味わえたっていう。それ楽しかったんだ、やってて。楽しかったね。で、中学、まあ、中学3年生の時は県大会優勝したんだけど、うん、強っ。もう決勝 8-0 とか圧倒。オリオ愛新中が、うん、そう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 。へえ。やっぱ1年生からずっと出てたから、うんうんうん、メンバー固定のままずっと上がって、優勝メンバーってこと？やつ、そう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 、あ、そうなんだ。全中の県大会ね。へえ、うん、強かったんだね。じゃあ中学生の時知らなかったそれ。そうでね、まあ、全国大会には出れなかったんだよね、九州大会負けちゃって。うん、うん、で高校も全国は出れなかったんだけど、まあ、ベスト4、うん、4とか8ぐらい止まりだね。まあでもそこまで行くんだ。そうだね。へえ。なんか そこら辺サッカーしてるときってやつのさ、なんかキャリアビジョンみたいなあったの？うん、ね、サッカー選手というかさ、うん、そう、中学校でプレイヤーとしてやってるとき、うん、多分めちゃくちゃサッカー楽しいじゃん、そのとき。うん。うん。なんかそこら辺でいつか、まあ、プロみたいな話というかイメージが自分の中であったのか、なんかそれともただ今すごい楽しいみたいな感じでやり続けてたっていう感じなのかっていうと、どっちなのかな、うんうん、その当時は、中学高校の当時はもう全国大会に出ることだけを目標にやってきて、うんうんうん、まあプロっていうのは正直その全然遠くの存在だったね。で一番大きいのがやっぱ先輩がいなかったから、うんうんうん、その大学に進学してサッカー続けるとかいう選択肢がなんか分からなかったの、うん、社会人チームに入るとか、うん、そのプロの練習参加するとか、うん、もう全くの無知 で、うんうん、だからその難しさはあったかな、一期生ならではの。なるほどね、うん、だからもうプロなんてもう夢のまた夢って感じだよね、うん、遠い存在、まあまあ、言うてもでも、まあ、頭の中にやっぱあるっちゃあるん、それは。もちろん、もう、あの、小学生、サッカー始めた時から、プロになりたいと思ってたけど、うん、その、身近にいなさすぎて、うんうんうん、わかるわかる。なんか、あんまり、こう、具体的に、うんうん、っていうのはなかったね。やっぱり、今で言うと、ね、ユースとかさ、ジュニアユースの子たちなんて、すごい触れ合ってるから、プロの人たちと。うんうんうん、それに比べれば、もう、全然ね。なるほどね。で、宮崎産業系大学は何で行ったの、これ。サッカー勉強？一般入試です。一般入試なの？はい。まあ、なんせ一浪しておりますので。ああ、オリオ愛新高一浪して。オリオ愛新高校卒業後、して、1年、競艇選手を目指し。それガチ？ボートレーサーを目指して、浪人しながら、減量しながら、ボートレーサーの試験を2度受け、うん、あ、受けたんだ、うん、受けた受けた、前期と後期があるからね、半年に1回ずつ。ああ、そうなんだ。じゃあ1年かかるんだ。そうだから、まあ2回受けさせてもらったって感じかな。ああ、そっかそっか、前期受かって後期受かんなきゃダメじゃなくて、前期と後期があるの、ね、そう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 、うん、うん、で両方受けたのだわけだ。そうそう、1年間はまあとりあえず受けましたね。へえ、うん、じゃあボート乗ったってこと？乗ったよ。お前サッカーの話よりあの嬉しさで話すのやめろ。いやいやいや、だからもうなんだろう、だから競艇場に行くとペアボートっていうのがあって、うんうんうん、なんかちょっと2人乗りで乗せてもらえるやつとかもあんの、体験で。一回それになんか試験の前に乗せてもらって、自分は操縦しないんだけどね、うんうんうん、体感するみたいな、うんうん、と、まあ、その試験の時に実技で操縦する、うん、時間があったから。へえ、うん、そうそうそう、それがまたさ、運転なんかしたことないじゃん。まあそうだね、18歳9歳だよ、うん、でもうセンスだけを問うというか。まあまあそうだよね。そう、ブレーキがないからさ、ちょっとこうね、
難しいじゃん、ね、惰性で曲がっていったりとか、その辺のセンスを見てたんだろうね。曲がれたん？曲がれたよね。まあなんか V にぶつかるやつとかもいたらしいけど、まあ、大膨らみでまあ無事回れたよ刺されるよ、イン刺されるよ、いやいや、だからまあそこをうまく回れてたらまあ受かってたかもね。あでもすごいな、うん、あれやってたんだ。じゃあまあそう、まあまあなんか合間でそれしたサッカー選手絶対お前しかおらんよ。だからもう1年間サッカーをやってませんので、その期間はすごいな。でそう、まあでもうまく いかなかったじゃん。はい、2回とも試験は不合格で、うん、まあその後、まあ両親とも相談して、じゃあまあ大学行って、うん、まあ教員免許でも取ればと言われた、うん、親がね、うん、そうで、まあ福岡出身だったんで、福岡は結構大学があるんだけど、うん、まあ、こう同級生が1個上の学年っていうのもちょっと気まずかったんで、うんうんうん、宮崎の片田舎の方に逃げまして、うんうん、そうそうそう、まあなんか宮崎産業経営大学って、あの宮崎にはそんなに大学の強豪校がなくて、うん、で宮崎って J リーグのキャンプ地だから、そうだね、そう練習試合だったり練習生でこう借り出されたりとかが多くて、うん、まあそういうのもちょっとこうプロに近づけるのかなと思いつつ、うん、まあ大学でまたサッカーをやり始めて、そこからですかね、またリスタートと。ああ、でもなんかさ、一回サッカーから離れてるじゃん。うん、なんかその期間はサッカーやりたいとは思わなかったの？あ、思わなかったね。思わなかったんだ。うん、え、でそっからさ、まあ1年やあのサッカーが離れて難しくなってさ、もう一回、うん、じゃあ大学で教員免許取ろうっていう話で、入学してからまたサッカーしたいってなったってこと？いや、もうその大学行くんだったら教員免許は絶対取りなさいと、うん、でまあどうせ行くならサッカーもやりなさいと、せっかく高校までやってきたしっていうふうに、まあ両親が言ってくれて、うんうんうん、それでまあまたね、なんとなく大学行くのもあれだったんで、うん、そうそう、サッカーをやりながら教員免許も取得すると頑張りました。でもその1年のなんかブランクみたいな感じた？まだ若いじゃん、その時。うんうん、ブランクまでは感じなかったけど、やっぱりこう1年ぶりにボール蹴ってすごい楽しかったっていうのは覚えてるし、まあ、たまたま大学も当時あの社会人チームを持ってて、うん、だから最初はそっちの方に登録されたから、うんうん、こう幸い試合にもちょっとこうすぐ出してもらえるような感じだったから、うんうんうん、大学リーグじゃなくてね、うんうんうん、それもまあ結果的には良かったかもね。なるほどね、うん、いやー変な人。まあ俺も思うよで大学リーグは何年生ぐらいから出れたの？1年の後期から。あ、すぐだね。じゃあうん、まあそんなにこう先輩たちも多くなかったし、そう、まあ半年ぐらいやってて、まあそこそこ行けそうやから大学登録してあげよっかみたいな感じで、うん、うん、ちょこちょこっと試合に絡み出したのかな。なるほど。うん、で豊陽大分、はい、に行くわけですけど、これは、はい、テスト？その前に、J のクラブのセレクションを受けに行ってダメで、うん、大分もセレクションだったね。豊陽大分。ああ、セレクションだったんだ、うん。セレクションで。で、受かったんだ。はい。初めて受かったんだ。初めて受かりました。不合格続きの島屋だ。おめでとうございます。ありがとうございます。そうね。この、豊陽大分何年いたのこれ？ 2 年。2年か。うん。なんかこの期間の話あんまりしたことないんだけど、どんな感じだったの選手として。だってここはもうさ、割と遊びじゃない部類に入ってくると思ってるんだけど、うんうんうん、まあ、さっき幼少期でプロがわからないみたいな話してたけど、もうここまでサッカーしてセレクションまで受けて豊陽大分でサッカーするってなったら、もうそれこそいよいよ目指してんじゃねえかみたいな感じなんだけど、うんうん、肌から見るとどんなメンタリティだったの？まあ大学4年生の時に、まあ、セレクション受けに行って、うん、まあ、プロには届かなかったと、うん、で、まあ、現状考えてこう今はプロの実力がないというか、うん、プロに
まで手が届いてないっていうところから逆算して、まあ、JFL、当時 JFL の、うん、抱擁でプレーできるようになって、まあ、まずは JFL で試合に出て、うん、実績を積んだり、経験を積んだりして、まあ、ゆくゆくはやっぱりその、もう本当プロからの逆算だったね、そこは。ああ、もうそこはそうなんだ。うん。教員はもう、なしだったってこと？そう、教員はもう、なんかなりたいっていうよりは、まあ、両親との約束というか、大学に行かせてもらう代わりに、まあ、なるほど、うん、免許は取るという感じだったんで、うん、で、まあ、その当時の抱擁を置いたって、元プロの選手が何人かいて、うん、そこでまたちょっと近く感じたというかね。ああ、なるほどね。うん、まあ、よりプロを意識したのは、大学4年生卒業するときに、まあ、同期の選手がプロに行ったから、うん、まあ、そうやって一緒にプレーした選手がプロに行けるってなったときに、ああ、俺もなりたいというかなれるんじゃないかっていう、なるほど、一番身近になったところかな、プロが。で2年間、うんうん、まあ実際にプロだった人とかと一緒にこうやることで、うん、まあよりこうリアリティというか、うん、感じた中で、うん、山口 A はどんな経緯だったの、うん、2014年かな。そうですね、ちょっと年年までは覚えてないですけど、まあ、大分で2年プレーさせてもらった時に、うん、まあ、当時は企業チームだったので、うん、まあ、こうチームとして昇格するっていうことは、まあ、目標にしてなかったチームだったから、うんうんうん、まあ、その辺を考えるとやっぱり、まあ、チームとして昇格していけるクラブチームに移った方がいいんじゃないかっていうのをまあ考えて、うん、まあ、当時 JFL でそれなりに点取ったりとかある程度やれてたっていうのはあったから、うんうん、まあ、そこでもう先にチームとか決まらずに対談を伝えて、うん、でセレクション受けに行ったんだけど違うチームの、うんうん、そこはもうダメで、うん、でその時に当時レノファ時代に監督になる上野監督に連絡をいただいて、うんうんうん、まあ、山口はこれから J リーグを目指していくと、うん、でそのチームの一員になってくださいというかなってくれないかっていうことで連絡が来て、うん、オファーをいただいて、そうそうそう、そこがプロ契約？そこはまだ仕事契約です。ああそうなんだ、うん、まあスポンサーさん あのレンタカー屋さんで働いたりとか、へえ、うん、まあ当時 JFL、J3 の時までまだ仕事してる選手もいたかな、山口では。はどこだったのそこの天気は。J3 に上がったタイミングでプロ契約にしてもらった。2015?5。か、うん。うん。がプロ契約か。なんかそこでじゃあプロっていう夢が叶ったわけになるじゃん。はい、うんうんうん。なんかどんな気持ちだったの？まあそのお金のとことか置いといて。うんうんうん、実際プロっていう箔がつくわけじゃん、うん、自分に。はいはい。なんかどんな気持ちだったのかなって。結構壮絶な人生を歩んできてるからさ。うん、はいはいはい。そうね。まあ正直、その紙面上とか書面上はプロ契約としてやらせてもらったけど、うん、まあ、こう劇的に環境が変わったり、うん、まあ、身の回りの条件面が変わったりしたわけではなかったから、うんうんうん、実感としてはそんなに強くなかったのと、うーん、まあなんか J3 ができて2年目とかだったのかな、1年目かなぐらいで、うん、まあ、当時はまあ J3 って何っていうか、うん、まあ、今でこそねすごいレベル上がってきて、うん、もう J2 から降格しちゃえばなかなか戻ってこれないような本当にレベルの高いリーグになってるけど、当時はまだこう、うん、アンダー22の J リーグ選抜とかがいたり、うん、あったね、最初ね、うん、でチーム数も少なかったから3周回ったりしてたのよ、うん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 、してた、ね、だからなんかまだこうプロになりきれてないというか、まだこう JFL の延長みたいなところはあった、うんうん、やっぱ J2 に行って初めてプロかなって。なるほどね。思ってたね、まだ、うん。その時あれだと思うね。JFL の、なんかこう、企業というか、実業団チームで、うん、基本的に JFL 実業団チームがやってて、うん、実業団として行くか、
JA に参入するかみたいな、そうそうそう、ちょうどそこだったんだよね、うん、そうで、あっさりクラブチームの方は J3 に入会できたから、勝ったりせずに最初はね、うんうんうん、リーグを作るために、うんうん、なるほど、だからまあそうだったな、この辺のところもあるね、うん、なるほど。じゃあまあ環境だったりとか実際、うん、身の回りで大きな変化は起きてないから、書面上はまあサインしたけど、うん、そんなになんか変わらなかったんだね、うん、そうね、まあもう一個上に行って初めてプロかなっていう感じはしてたね当時は。で実際にもう一個上がるわけじゃないですか、うん、強かったよね、はいはい、はいはい、J3 優勝して ね、うん、ねえ、あのあとか、そだから言ってると、じゃあ そこで昇格して、実際昇格してどうだったのかな、うん、そのプロっていう感覚あんまない。いやだからその J2 の開幕戦の、うん、あのホームの人の多さとかメディアの数、盛り上がり県の、いやもうそこはもうプロやなって実感したね、さすがに。あ、そうなんだ。うん、初めてそこで。へえ、J3 昇格するときも、でもさ、J2 昇格するときもさ、すごかったでしょ。J2、うん、優勝して昇格したときも、山口県内のメディアとか、すごい取り上げてくれたし、うん、あの、ハイヤベチとかね、うん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 、出たりもして、その辺からちょっとずつ、ああって実感はしだしたけど、やっぱ一番感じたのは、その、試合、J2 の最初の試合やろうね。なるほど。うん、どこでやったの、ちなみに。岡山。勝ったの。11の引き分け？あ、岡山か。近いとこで、ね。なんとか、あ、そんな近くもないのか。近い。バスで来れるぐらいだから。なんかあるんじゃないの？プライドオブなんとかとか。なんとかラーメンとか。いやいや、プライドオブ中四国出てたやん、去年。そのくくり、そのくくりやから。あ、そのくくりか。うん、あの、ダービーとかはなかったないよ。あ、そっかそっか。どっちかといえば北九州だから、山口は。そっかそっか。うん。いや、やっぱ J1 上がるともう忘れるか、中四国ダービーも。いやいやいや、あれよ、俺、振り返らないタイプ。ごめん。そうね、うん。前だけ見据えてるタイプ。こんだけ俺の過去振り返らせてんのに。やばいね、これ。じゃ前に進むために今は振り返らせてもらってる、うん。はいはい、そうね、未来への扉やもんね。俺もう過去の扉ばっかり、あの、戻りよるけど大丈夫。未来の鍵ね、しかも。あ、鍵ね。勝手に扉にせんといて。ごめん。人の企画勝手に変えんといて。未来への扉でお前企画持っていいよ、じゃあ。そうね。じゃあ山口でやり始めようかな。ダミー。なるほど。じゃあ、はいはいはい、開幕戦は、やっぱこう、感慨深かったんだね。そうね。でも、それまでの歴史もあるし。うん、多分あれが開幕戦だったんだと思うんだよね。しかも点取ったのよ、その試合で。あ、そうなの？そう。なんだけど、あれが開幕戦だったのか、ちょっとなんか、記憶が曖昧になってきたわ。でも、矢島くんに決められて、1-1で引き分けだったっていうのは覚えてる。うんうんうん、まあ、ホーム開幕戦は絶対そうだった。うん、なるほど。はい。山口時代、うん、まあ、そこから J2、ずっといるもんね。そうだね、もう何シーズン目なんだろう、6とかになるのかな。いやでもこれってすごいよね。なんか各カテゴリーやっぱ居続けるってすごい大変なんだなっていうのを、そうね、感じるね、今日この頃。やっぱクラブ規模が大きいクラブがね、降格したして上がってこれないとかも全然ある中で、でもあんまり規模的にはそんなに大きくないけどさ、J1 に続けてるクラブもあるしさ。うんうんうん。いや、やっぱすごいなと思って。すごいね。定着ってすごいよね、やっぱね。定着はすごい。どうなんだろう。昇格の先に定着があるのか。昇格もすごいと思うけどね。いやいや、昇格もすごいと思うよ。うん。うん。だけど、なんか一過性だとやっぱり、なんて意味なくはないけど、うん、作っていけるもの変わってきちゃうじゃん、やっぱり。確かに。うん。まあまあ、それもまた経験って言えば別に、一過性でもいいんだけど、うん、いいっちゃいいんだけど。うん。まあ、でもやっぱりね、継続性があった方が
やれることって増えてくるから、って思うけど、それがすごい難しいなって感じる。やばいやばい。山口が上がるまで待っててくださいね、J1 で。そうだな。いやでも J1 で山口徳島暑いでしょ。暑すぎでしょ。え、いるかな俺らまだ。ちょっと頑張りますね。ね。頑張りましょうお互い。頑張ろうか。うん。頑張るけどね。いつでも頑張ってるけどね。そう、ね。山口は2年で昇格っていうのを掲げてるので今。じゃあやってるだ全然。はい。お互い。最近どう怪我元気体。そうね。体の方はだいぶ。まあ、ちょっとずつこうコンスタントに試合に出れるようになってきて、うん、だいぶこうキレも戻ってきたというか上がってきたというか、うん、まあ足首はなかなかねもうちょっとあれやけどズキズキしとるけどね。友達になって、うん、まあうまく付き合っていきますよ。はい、そんな話はどうでもいいんですけど。どうでもやかねえだろ。そして徳島に来たるわけですよ。はい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 、そうですね。はい。2017年。2017年。はい。はい、どうですか、徳島、1年半か、うん。うん。ね、最初1年半。うん。すごい濃かったと思うけど。うん、濃かったね。1年半という短さとはね、うん、思わないね。うん、そうよな。どうくくる、これ。2017、うん、まあ、こういう。うん、17から18夏まで行って、まあ、鳥栖に行くじゃん、うん、はいはい。1年鳥栖に行って。うん。1年後に徳島帰ってきたじゃん。はい。ここパッケージにしようか、一回。そうね、時間的にね。うん。うん。どんな感じだったんですか、その、まあまあ、オファー来たっていうのとかさ、まあ実際これは、うん、あの、やつから聞いててさ、うん。で、どうすんのみたいな話したじゃん。うん。うん、なんかどんな気持ちだったのかなっていう、あの時、リアルな、うん、だってチームあんまり、まあ、正直良くなかったじゃん、控えめに言って、うん、まあまあそれは事実としてあった中で、うん、やめるこの話、顔引きつってるけど、やろうか。多分徳島サポーターの皆さんミュートにしてください。いやこれはさ、やっぱキャリア選びでさ、うん、やつだけじゃなくて、うん、なんかいろんな人がいろんな選択をしてきてるわけだから、それはサッカー選手としてね、もちろんだから別に良し悪しの話じゃないから、これはそうだね、難しい決断だったと思うし、やっぱり、うん、まあタイミングとしては夏の移籍のウィンドウの最終日だったかな。そうだよね、鳥栖からね、もうギリのギリよ、もう、ね、まあ、山口戦でだからゴール決めて、うん、その後とかはまあ代理人の人から連絡もらったりしたけど、ちょっと多分オファーないかもっていうかな、話やったから、うんうん、自分の中ではもう、そう、徳島で、うん、っていう話やったんだけど、まあ、ギリギリで、トスがオファー出してくれて、うんうんうん、まあ、当時29、30の年かな。まあ、その年で、J1 経験ゼロの、うん、まあ、僕に、うん、まあ、地元九州の J1 クラブからオファーが届くっていうのがどれだけ、まあ、なんだろう、貴重なことかというか、まあ、すごく数少ないチャンスなのかっていうのを考えたときに、うん、じゃあ冬まで待って、じゃあもう一回そのオファーが届くかと言われれば、まあそれはまあ保証もされてないし、もちろん、まあ、何よりこうプロになって J1 でまあ、たくさんの人の前でトップレベルでやってみたいっていう、まあ、ちっちゃい頃からの夢が実現するかもしれないオファーが届いた時に、まあ、やっぱり残りのサッカー人生というか自分のサッカーキャリアを考えると、うん、まあ、チャレンジ してみたいなっていう思いの方が大きかったね。うん、じゃあ、まあ、当時はね、うん、その徳島でもう本当主力として使ってもらってたから、うん、で、まあ、何よりその徳島での活躍が認められてオファーが来たから、うんうん、まあ、本当にこう申し訳ない気持ちと、うん、
まあ、感謝の気持ちと、うん、まあ、その前にレオが抜けて、ね、キャプテン就任してもらって、そうだね、すぐだったからね。うん、うん、まあ、その辺がやっぱり、まあ、後ろめたい気持ちじゃないけどね、ちょっと申し訳ないなっていう思いはありながらも、うんうん、まあ、自分のサッカー選手としてのわがままを聞いてもらった形になったかな。なんかやっぱ思ってるよりキャリアを大事にしてるんだよね、やつってね。そうね、なんか、まあ、J1 って、まあ、すごい憧れはあった ね、その当時はね、うん。なんか俺はキャラクター的に、もう少しこう、うん、なんていうの、楽観的な人だと思ってたから、うんうんうん、キャリアガチガチっていうよりも、うん、いやいや、もう楽しいサッカーしてんだからいいじゃん別にみたいなタイプに感じてたとこもあったから、はいはい、意外っちゃ意外だったよね、うん、選択が。ああそうね、でもそれを掘り下げると、うん、俺がこうなぜサッカー選手でプロを目指したかっていうところまで遡るかもしれない。俺の遡ってよ、マインドとしては遡っていい、うん、いいよいいよいやなんかね、もともとね、うん、俺の親父が、うん、まあ、スポーツやってて、うん、で結構まあすごかったのよ。うん、で何してたの？ウェイトリフティング、今はそれこそオリンピックやってるけど、でね、オリンピック出てて、うん、で、なんかまあ、ちっちゃい頃からすごいこうコンプレックスというか、劣等感があったのね、親父はすごいみたいな。で、まあね、ちっちゃいながらにさ、じいちゃんばあちゃんち帰るとさ、お父さんすごいよ、すごいよって言われてさ、うんうんうん、ああ、俺もすごくならないけんのやみたいな、ちっちゃい頃からね。でまあ、なんかプロサッカーするってなった時にプロにならないともうサッカー選手じゃないみたいな、うんうんうん、言われたわけじゃないけども自分ですごいそうやって思ってて、あなんかこう使命感というか、うんうん、だからずっとなんだろう社会人チーム行ったりしながらもプロまでこうたどり着いたというか、プロをずっとすがってきたのは、プロにすがってきたのは多分そういうちっちゃい時からのコンプレックスみたいなのがあるかもしれない。なるほど。いやでもそれありそうだね。そうだからなんかこうその当時はもう本当に必死でサッカーを楽しむ余裕なんてなかったし、うんうんうん、だからようやくプロになって初めてサッカーを楽しめるようになってきたって感じかな。へえ、うん、ちょっと聞いたことないよそれ。言ってないもんね、うん、そうだから今はすごい親父には感謝してるしね、そうやって高みにまで連れてきてくれたことを、うんうん、なるほど。それで言うとなんかうなずけるね、うん、なんか選択にちゃんとこう、うん、何エビデンスが乗っかってるというか。そう。いや、面白いわ。そうね。初めて面白いと思ったわ。やかましいわ。そう。だからもう俺が、思ってんのは、自分の子供にもあんまり強要はしないし、うん、まあ、いろんな人たちが子供をプロにしたいとか、思ってる親御さんもいると思うけど、うん、あんまりこう押し付けないで子供がやりたいようにやらせてほしいなとは思うね。なるほど。まあ親父がそうだったわけではないけど、まあ結構厳しかったからね、うんうんうん、残って自主練してこいって感じのタイプだったから。はあ、うん、はあ、面白い話が聞けたわ本当に。そうね。で実際 J1 に行きましたけど、はい、なんかどんなことを得て、うん、うん、なんだろうな、なんか自分の中で、うん、得られたっていうとちょっと月並みだけど、うんうん、行ってよかったなって思えたとこあった？そうね、まあなんだろう、 J1 のフィジカルの強さとか、うん、まあスピード感だったり、うん、でちょっと J2 とまあ違うじゃん、今経験してると思うけど、うん、まあ、すごい強かったり速かったりする外国人選手がいて、うん、まあそういった中でこうプレイできたっていうのは、まあ一つ知らないことを知れたっていうのはやっぱあるよね、うんうんうん、見たことないところを肌で感じれたっていうのと、うんうん、まあ、あとは当時の鳥栖には本当に大先輩たちがいたので、うんうん、すごいキャリアの方々がいて、そこから学んだこともあるし、鳥栖、うん、まあ、に行くまでこうありがたいことになかなかメンバー外とか試合に出れない経験っていうのは少なくて、うん、中高も一期生でずっと出てたし、うんうんうん、そうでその時に、まあ、もう引退したけど鳥栖の
強化部に入ってる池田選手、うん、サガン鳥栖の、ね、池田選手に、うんうん、まあ、ベンチ外の心得というかね、うん、そういった時の立ち振る舞いとか、そういうのも教えてもらったし、うん、まあ、またサッカー選手として一つ幅が広がったというか、うん、そういった部分はあるかな。なるほど、うん、そしてカムバックです。島屋カムバック早かったねいやいや、よくカムバックしたね、はいはい、できたねというか、そうね、できたねというか、これは俺すごい、まあ、嬉しかった出来事なんだよね、うん、インパクトとしては、うんうんうん、なんかクラブが本当にすごい、なんて言うんだろうな、覚悟を持って決断した形、うん、形じゃん、もう、はい、決断しなければ絶対実現しないから、基本的には、うん、いや、これはどうすかいや、もうありがとうございますの一言ですよね。じゃあ頭下げさせたいわけじゃない。あ、そうそう、いやいや、でも、うん、本当にそのカムバックの夏のね、移籍の時は、まあ、いろんな方が動いてくれて、うん、まあそうやってもう一度受け入れてくれたっていうのもまあ嬉しかったし、うん、まあ俺自身もね、その中途半端な気持ちは戻れないっていうのはあったから、まあそれはね、移籍の前にケントも喋ったけど、うんうん、まあ覚悟を持って戻らせてはもらったんですけど、なかなかね、そこは力になれず、まあまあそこはまあ、うん、いつも常に、ね、そうね、でもうまくいくわけじゃないから、まあ、やっぱり徳島好きだったし、1年半しかいなかったと思えないぐらいやっぱり愛着があったかな、うん、うん、そうね、またみんなとプレイしたいなっていう思いと、うん、違和感なかったね、やっぱ、そうね、まあ理科もいたし、うん、やってるサッカー自体はね、うん、変わってなかったっていうのが一番大きかった。で、鳥栖に結局夏に移籍して、その夏移籍の難しさっていうのもすごい肌で感じたから、うんうんうん。うん、まあ、それを考えると、やっぱり、こう、チーム戦術とかを理解してて、フィットしやすい徳島に戻るのが、まあ一番いい選択なんじゃないかなと、うん、思ったね、と、当時は。で、2019、2020。はい。どうでしたか。結構ここは、うん、19、20は壮絶なシーズンというか、うん、なんか17、18とは違ったんじゃないかなって思っていて、うん、違っててほしいなと思っていて、はいはいはい、個人的にはね、俺、はい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 、なんか変化感じた2017、18徳島ヴォルティスと2019、20、うんうんうん、そうね、感じたね。あ、そう、うん、2017、18はなんかこう、まあ、昇格っていう目標を掲げてたけど、うん、ちょっとまだぼんやりしてて、うん、まあ、当時の選手もすごいいい選手たくさん揃ってたけど、うん、もう一つ二つ物足りないなっていうのは2019、20を経験して感じるかな。うん、でやっぱり19でプレーオフ、うん、で20で昇格だよね、うん、でそこのチームとのやっぱり決定的な違いっていうのは、その昇格がやっぱりこう目の前にあるって、具体性がやっぱり強かったね、19、20の方が。なんか本当に昇格が手に届くところにあるっていうのを感じさせるチームだったと思う。あ、結果がかな、それは感じさせられたのは。でもやっぱりその意識レベルも多分違ったし、うん、まあ、19のプレーオフでギリギリで届かなかったっていう経験がやっぱり20にも生きてると思うけど、うん、うん、やっぱ、まあ、練習の一つ一つの強度とか質とかにこだわる部分とかもね、うん、やっぱ19、20の方が強かったんじゃないかな。あ、そう、うん、なるほど。おしまい。早いって早いのよ。もう、ね、もう40分やもんねというわけでおしまい。めちゃくちゃ締め方もめちゃくちゃ適当っていう続きは僕の方でねえよいやでもそうだな、やつとはだから何年だろう、1、
3年 ?3 年か、一緒にプレーしてるのか。うん。でもなんかやっぱやりやすい選手だったな。そうね、そうなんか、まあ、なんか欲しいところにパスくれてたし、まあ、いて欲しいところにいたでしょ、俺。いた、いた。うん。なんかサッカー見ないのに賢いよね、うん、プレーは。そうね、何なんだろうね。何なんだろうね。全然サッカーのさ、映像見ないじゃん、海外とか。うん、見ないね。ね、ボートばっか見るじゃん。やかましいわ。でもさ、でも本当サッカー、センスのそれみたいなポジショニング取るじゃん、基本的に。あ、何なんだろうね。あれ、誰に教わったの？いや、わからんね。確かに山口の時には教わってないのよ。結構上野さんはパターンの攻撃が多かったから。うん。うん。でもまあ、だから徳島に行って、その生き延びる術を身につけようと思った時に身についたんじゃないかな。ああ、そうなんかな。いや、でもなんか山口の時も、あった気がすんだよね、俺は。いや。感覚は。でも、いや、あ、ない？山口の時はだってもうサイドでただただあの走ってただけだもん。あ、そう。で、その結局ゴール前、あの美味しいところにこぼれてきたのを決めてただけだから。あ、そう。うん。だから止まって受けるなんていう概念なかったからね、徳島行くまで。あ、そっか。そうそうそう、そこからよ。結局、リカルドのポジショナルプレーというか、そういう立ち位置のところを一回こうインストールしたから。うんうんうん。まあ、それが今の山口でも生きてるしね。うん。いや、染みついてるよね、やっぱね。見る試合見てるけど、見れるときは。うん。まあだからいろんなサッカーに触れてるっていうのはありがたいことですね。うんうんうん。うん、いやー。いやー。早いね。面白い。早いね。うん、もう。あとあれよ。うん。名刺見して、名刺。はいはい。ああ、こちらでございます。梅ふるさと大使。梅ふるさと大使でございます。なんかさっき開けたらね、こうやってね、こう梅の梅市のいいところがたくさん書いております。すっごい大使としての責務を全うしてるわ。いや、梅市長見てるかもしれないからね。市長。見てるかな、市長。市長、はじめまして。いやこれなんかさっきちょっとこう話してたら、ちょっとサッカー外れちゃうんですけど、うんうん、キャリア外れちゃうんですけど、はいはい、その地域貢献の一環として各選手が、選手がまあ各地域に分担というか役割分担を していて、うんうん、なんかそこの PR 活動を担当した選手がするみたいなのがあるって聞いて、うん、そうですね、これめちゃくちゃいいなと思ったんで、ね、そう、まあ、今はねちょっとコロナ禍でなかなかこう現地に出向いてっていうのはないけど、うん、まあそれぞれの市を選手がね担当して、まあそういうところの市のお祭りとかにこうリモートで参加したりとか、うんうん、まあなんかのイベントの時に動画でご挨拶させてもらったりとか、うんうん、まあそういった地域貢献というかね、地域との社会連携を深めながら、うん、まあいろんな地域の方々と一緒になってこう山口を盛り上げようという活動の一環ですね。いや、これいいよね。いいと思う。うん、なんか初めて聞いたんだけど、なんかそういうやり方をしてるところというか。そうそう、だからあの、スタジアムの上りにも、その何市とか、何町とか、選手の顔の横にバーンって書いてあって。うん、で、その市、その市とかその町には、その選手の上りがいっぱい立ってるみたいな。へぇ。感じ。これちょっと後で提案しようかな。そうね、結構面白いよね。いやー、鍵落ちてるな。はい。いや、いいと思う、本当いいと思う。だから、ね、まあ、実際的に何をするかとかはちょっと置いといて。うん、そういうのね、徳島にもあったらいいな。FMAC にもありますってあるらしい。へえー、そうなんだ。でもやっぱ大事だよね、そういう。いや、大事だよ。ね、サッカーやらせてもらってるんですから、僕たちは。うん、やっぱきっかけだからな、本当サッカー、うん。きっかけさえあれば、うん、なんか実際見たら面白いみたいなパターンとか、本当多いと思ってて、やっぱここ最近。う
でもきっかけがないとさ、チケットわざわざコンビニで買って見に来るなんてしないからね、本当、うん。いや、本当そうね。特にやっぱこういう状況になって改めて思うよね。うん。こう、必要性、エンタメの必要性を改めて感じさせてもらったというかね。ね。うん。考えさせられたね。やっぱガンガン動かないとね、選手が。うん。いや、でもこれいいな、非常に。そうね、ぜひぜひ。いいヒントをもらっちゃったぜ。鍵落としときました。ありがとうございます。いい鍵。うん、さて、じゃあちょっとだけチャットの方来てるかな、チャット。心配だな。見てみて。ちなみに山口の前にセレクションを受けたチームとは言えるなら、山口の前は、ギラバンツ北九州で、ああそうなんだ、はい、で大分を、ん違うわ、大学の時か、大学4年の時が、北九で、うん、法要を辞めた後はさぬきです。ああそう、かまたまるさぬきさんですね。全部言ってくれる。岩尾選手から見た安さんのいいところは、いや、言い切れんやろ、この時間じゃもう無理よ。そうやな、もうあと数分しかないから無理ですね、これは。いや、どんだけ足りないです。自分にいいところすごいあると思って、めちゃくちゃポジティブやん。まあ、あるたくさんあるけどな、そりゃ、はいはいはい、何でしょうかね。でもやっぱトールもしかり、やつもしかり、俺と違うよね、うん、視点が。そうね、まあバランス良かったかもね。なんかみんな違ってみんないいの典型よな、うん、いや本当そうだと思う、うん、なんかまあ同じもの見てても全然感性違うなって思う。あ、そう、うん、そう撮るみたいな。はいはい、わかるわかる。俺一人だったらもう本当何にもならんわ、これサッカーチーム。いや本当に感じる、マジで。いやいや、それはもうやつだけじゃなくて、今いる選手でも本当にいろんなこう、うん、見え方ができるいい子たちたくさんいるから、本当助かってるもん。うん、聞けばさ、あのね、そう見るみたいな返し方、すごいしてる人いっぱいいるから、はいはい。確かに。でも今はさ、うん、俺の良さを伝える時なのよ。あ、ごめんごめん。うん、ちょうだい。やつの良さ？うん。やつの良さか。いや、長い。すんなり出てこいよ。っていうところ、はいはいはい、っていうところ、うん、まあまあこれで感じ取ってください、うん、いいとこいっぱいあるからやっぱり、はいはい、ありがとうございます。でもたまにやっぱ泣かしちゃったりするから、あんまいい。それは言わんでええんじゃん。ね、もういやいろいろあったよね、いろいろあったよね。いやだからさ、ほんと18、19に徳島戻ってからさ、うん、もう大変だったよね。なんかやっぱ点も取れないし、試合も出れないし、うんうんうん、でもまあキャラ的に明るくしとかないといけないし、まあそうだね、うん、でまあ18、17のシーズンを見てる人たちからはまあ劣化したっていう風に見えるだろうし、うん、心の中ではそんなことないってこう自分に言い聞かせながら頑張ってきましたよ。まあ、この間のゴールでやっと報われましたね。そうだね、いいゴールだったね。ここからまた頑張ります、山口のために。頭だったのが俺的にはすごい良かったな。泥臭い感じがまた良かったね。うん、良かった良かった。なんか本当綺麗なミドルとかじゃなくて良かったと思うわ、うん、俺も、うんうん、でも、まあ、綺麗なミドルは綺麗なミドルでおーってなるけど、うんうん、なんか、うん、気持ちだなっていうゴールだった、マジで。そうですね、うん、嬉しかったな。すぐ見たもん。あの、スポナビで、うん、スポナビで、決めてるってなって、すぐ、うん、すぐ見た。いやいや、ありがとうございます。まあ、やっぱね、パンチ君のゴールとかもね、嬉しかったしね、みんなね。ああ、もうよかったね、ほんと。やっぱ、じらしたらじらした分だけね。じらさんでええね。
パンチ君もそうやけど、ジラさんでええねん。そう。いや、もうパンチ君決めた時の、上のサブメンバーのもう盛り上がりすごかったからね。あ、そう。いや、もうそうよ。みんな立ち上がって、もう、うわー言うとったから。下もすごかったけどな。うん。カジがもう、あんなでっかいパンチ君に、ハグしに行こうとするもんだから、もう、ジャンプしとったもんね。そうなのよ。まあでもやっぱゴールが与える影響は大きいね。間違いない。さあ、なんやかんや。なんやかんやで。なってしまいましたね。あっという間でしたね。はい。今回も。今日の配信、面白いけど、なぜかところどころで泣けてきます。泣けるんかい。泣けるとこあったかやっぱ思うところがあるんですよね、きっと。そうね。うん、やっぱここに長谷川通りいたらまたねちょっと面白いんですけど、それはもはや自走ではないっていうただの雑談ですね。ただの雑談、うん、さあ、じゃあもういい時間なので、はいはい、締めますか。締めますか。どうやって締めるか忘れちゃった。だいぶ早いからな。うん、うん、まあというわけで第10回未来への鍵、島谷康則選手に来てもらいました、はい、ありがとうございました。また何か機会があればまたお願いします。出演の方も、はい、よろしくお願いします。まあこの異色のキャリアを歩んでいる島谷康則選手を見届けてもらえたらと思いますし、僕も見届けてもらえたらと思いますので、はい、また応援してください、皆さん。はい。まあ、オリンピック裏側でやってる中、本当にありがとうございました。ありがとうございました。では、また来週。ありがとうございました。